こんにちは、石崎です。今シーズンですね、私が応援している2チームの打線が苦しんでいます。いつもですね、私が動画を出すとき、だいたいアップロードするのは前日か前々日なんですけれども、その時に出す何々の何がいいとか、〇〇の何が苦しいとか、先日だと先発とか打線とか、そういう動画を出すとなぜか逆の結果になってしまっていたんですよね。今回はそのフラグのような祈願も兼ねて、私が応援しているこの2チームの打撃陣の現状についてお話ししたいなと思います。まずは西武ですね。現在の主要な指標がこちら。はい。もちろん試合数がまだ少ないとはいえ、すでに38試合を消化。チーム打率2割6分1厘、本塁打174、得点756、盗塁数134、得点圏打率2割7分5厘、本塁打は2位なんですが、ほとんどの指標で昨年はパ・リーグ1位だったので、チーム防御率がワーストの 4.36 でもカバーでき、逆転で2連覇することができました。住谷選手、浅村選手の移籍による野手の戦力相談、田畑選手の離脱、菊池選手の移籍、榎田選手の不調で先発不調、ヒース、マーティンの乱調でリリーフも低調になり、平井選手の負担が増えてしまったこと、それでも中村剛也選手の勝負強さや天才森選手の打撃、山川選手は本塁打を、秋山選手は最多安打、外崎選手は打撃、走塁守備、そして金子選手、源田選手は走塁守備中心にしっかりとそれぞれの役割を果たしてくれたことで、打撃力が大幅低下とはいかなかったんですよね。しかし今季はさらにこの中から秋山選手が MLB へ移籍、2018年の優勝メンバーから多くの選手がいなくなってしまいました。以前に戦力分析の動画や開幕直後に上げた西武のオーダーについての動画も上げた通り、さすがに流出が響いてしまっていること、現有戦力に依存しているチーム状況もあり、打線の低下が著しい。今シーズンの開幕オーダーがこちら。はい。この数字を見てもかなり苦しいことがわかります。練習試合で猛アピールしたスパンジェンバーグが1番として定着とはいかず、そして木村選手も外野戦ではあるものの苦しい。そして金子選手も数字がついてこず、盗塁もなかなかできていません。さらに源田選手も不調。一番痛いのは森友哉選手の調子が上がってきていないことが響いています。昨年開幕当初秋山選手が不調だったんですが、途中から1番に戻り、さすがの成績。何より主軸が強力だったので、スタントに得点を取ることができたんですが、1番として屈出塁できていた秋山選手が移籍したこと、森選手がなかなか調子が上がってこないので、山川選手がなかなか勝負してもらえず、デッドボール覚悟で攻められてしまっています。その中で彼がしっかり四死球を選べているのはさすがで、中村選手と栗山選手の打撃が希望ではあるんですが、昨年と比べたり、これまでと比べると全体として相当苦しい。さらに一番期待のスパンジェンバーグが三振が目立つ。一番に座った鈴木選手が当初はヒットを多く放ち、守備も球際に強く良かったんですが、もともと四死球が少なかったり、凡退も増えてしまい、率が下がってきてしまっています。そして源田選手のコンディションもあり、全員の打順を一つずつ上げて、とのことでこのオーダーになりました。やっと森選手に当たりが出始めたことは良かったんですが、その後和田選手、石川修太選手に完璧に抑えられ、とにかく三振を量産してしまい、三独打線とは程遠い。この低迷の要因をまとめると、こんなところかなと思います。投手が苦しいのは言わずもがな。先発や中継ぎどちらについてもこれまでしっかりと動画でお話ししてきました。正直投手陣が苦しいので、アウトを犠牲にしてバントで1点を取りに行っても感はあるんですが、ここまで打線全体が苦しいとなると、犠打を増やして1点を取りに行くということも必要になってくる時期が来るかもしれません。現在の犠打数は11でリーグ最少。もちろん私は犠打を増やせと言いたいわけではなく、状況に応じた犠打は必要になるかなと思います。これまでノーアウト2塁でワンアウト3塁にするバントというのは効率が悪いんじゃないかというふうに言われていますし、実際にそういうデータもいろいろ出てきていますよね。ただ確実にヒットを放つことはできていなくても、犠牲フライや内野ゴロなら得点する確率は上がる。その1点を取りに行く野球、最近西武がそこまで序盤からやっていくことはなかったんですけれども、こういうことも少し検討していく時期もあるのかなとは思っています。個人的には反対ですけれどもね。で、現在の上位打線なんですが、スパンジェンバーグが16試合で出塁率が2割5分3厘、鈴木選手が20試合で出塁率2割7分6厘、これまで秋山選手が毎年4割近く出塁できていたので、まずこの差というのは非常に大きい。さらに2番起用が多かった源田選手も2割7分近くこれまで打ってきてきましたが、現在は2割3分2厘。その中で2番固定というのは少し理解に苦しむ。1、2番の出塁率がどちらも3割未満。これらに加え、木村選手、金子選手の出塁率も低く盗塁ができていない。機動力を使えているのが外崎選手と源田選手の2人のみとなっています。
そして本来チーム全体が苦しくても高打率、得点圏高打率の森選手が打ってくれればなんとかなるかもしれないんですが、まだ2割4分4厘で出塁率は3割1分2厘。先日2ホーマーなど復活の兆しを見せていますが、まだまだ本調子とは言えないのかなと思います。まあ山川選手も率こそ上がってはいないんですが、一発も出ていて四死球も稼げており、出塁率は現時点で4割1分6厘、OPS も9割8分8厘、さらに得点圏打率も3割5分3厘、主砲として十分結果を残していると言えるかなと思います。そしてチーム内首位打者の栗山選手、そして2番目に打率のいい中村選手、彼らをもっともっと生かしていきたいんですが、辻監督の中では彼らを上位に置くというのはなかなか考えていないのかなと思います。まあ個人的に開幕当初の動画でもお話しした通り、栗山選手は2番か5番に置いてほしいんですが、まあ、ともかく今季おそらく秋山選手の穴は埋まりません。鈴木選手に期待はしていますし、スパンジェンバーグもチームにとってバリエーションを増やす大事な存在ではありますが、秋山選手の出塁あっての山賊打線だったので、そこは望むことができません。主軸にこれまで多くチャンスで回せていますが、やはりチャンスメーカーの不在でこんな記事も出ていました。そして森選手の復調、さらに源田選手の打順調整も必要になってくるかなと思います。そして数字が苦しい木村選手も固定ではなく、現在は川越選手も使われている。ただ川越選手もホームランを放ったとはいえ率は苦しい。外野では高木渡選手や現在好調の西川真奈選手、そして中村選手、休養日には佐藤選手ら2軍で結果を残した選手たちが入ってくると思いますし、現在1軍にいる山田遥選手や山野辺選手もここはアピールになってくると思います。まあ補強は望めないので、この若手が1人でも希望を見せてくれるかどうかが大事になってくるかなと思います。正直投手陣が苦しいので、今までの西武では先発が6回4失点5失点ぐらいしてくれれば勝てていたんですよね。まあ、今季は勝ちパターンが素晴らしいんですが、なかなかそこまで打線が取れないですし、勝ちパターンを使う展開に持っていけてない試合も多い。打たれるのは仕方ないけど、打てるからこそ試合を楽しめるファンも多かったと思いますし、打てないことの方がフラストレーションがたまるという方も多いのかなと思います。まあ、ただ正直、昨年までと全くチーム状況変わっていますので、まあ、今までのように、山賊打線を望むというのはかなり難しい現状かなと思います。そして中日、先日梅津選手が10イニング無失点に抑えながら、打線が援護できず彼に完封勝利をプレゼントすることができませんでした。先発が課題とされていた中、松葉選手が昇格してから先発陣が奮闘し、ヤクルト3連戦では2人が完投し、ライデル・マルティネス1人しか使っていないという素晴らしい粘り、しっかり勝ち越すことができたんですが、なんとか3勝したかったところ。もちろん離脱者の存在も大きいんですが、打線の低迷が深刻なんですよね。現在の主要指標がこちら。はい、まあ、苦しい指標を中心に出すとこんなところ。まあ、いくらホームが名古屋ドームと広いことで本塁打が少ないとはいえ、出塁率が低く長打率も低い、当然ながら OPS も低い、そして打率も高くないのでチャンスもあまり作れず、バントも数は多いんですが成功率は高くない、そして得点圏での一本も苦しく、ビシエド頼みとなっています。先日のオーダーがこちら。平田選手がコンディション不良と調整で2軍、アルモンテが怪我離脱、福田選手と阿部選手が不調、特に阿部選手かなり深刻です。希望の石川選手も高橋周平選手復帰に伴い出場機会のため2軍。まあここは私は大賛成ではありますが、チーム全体の打力、そしてファンの期待度からすると少し下がってしまったのかなと思います。まあただ普通に考えれば当然のことですし、高橋周平選手ヒットも出始めていますので彼に期待したいところ、そして石川昂弥選手は2軍でしっかりと経験をしてポジらせてほしいなと思います。福田選手が本調子ではなく、先日は岡林選手が初スタメン、阿部選手の調子が上がってこず、医療選手が5番起用、本来大島選手を1番に置いて高橋周平選手とビシエドの間にある程度の出塁を期待できる打者がいればもっと得点力が上がるんですが、今季は2番打者に苦しんでいます。さらにアルモンテも離脱してしまったので打線のバリエーションもそこまでありません。1番としてまずまずだった医療選手もさすがに率は落ちてきました。マリエル・マルティネスが好調ではあるものの、木下選手の守備の安定感を考えるとスタメンで彼が起用されるのも納得。さらに福田選手が調子が悪いので彼を3番に置きづらく、長打力一発のある打者をスタメンに複数に並べるということがなかなかできていません。2番に苦しんでいて、大島選手を2番に据えると1番に苦しむ、なので2、3番、4番以外でなかなか得点を望めないというのが現状。まあ、そこで先日は本人の復調狙いやチームの長打力アップ、相手へのプレッシャー狙いもあり、福田選手を1番起用など様々な試みもなかなか噛み合わない。ただ火曜日からは2軍で絶好調の根尾選手が1軍昇格。今回はですね、彼に関してはお試しではなく結果で掴み取った1軍昇格です。まあ、もちろんいきなり結果を残してくればそれほど嬉しいことはないんですが、期待しすぎるのも酷かなと思う部分はあります。まあ、ただやはり鍵になるのは2番5番、
与田監督は抜擢スタメンを多く行ってきているので、いきなり根尾選手がスタメンとなる可能性も高いかなと思います。まあ、今後上げていくためにはこんなことが必要になるかなと思います。まあ、控えに武田選手や土上選手、三俣選手というものの、基本は阿部選手や福田選手、そして2軍にいる平田選手にやってもらわないといけません。本来レギュラー、昨年度主軸として戦っていた彼らがここまで不調、怪我となるとは思ってもいませんでした。彼らの代わりとなる選手がまずまず結果を残していても、彼らクラスに結果を残すことができておらず、ダイレクトにチームの打力に響いています。もともとチャンスの一打に苦しんでいるチームではありますが、今季はさらに出塁自体も減っています。他にも課題したいところではありますが、根尾選手が起爆剤になってくれるかどうか期待したいところ。この2チームこんなところでしょう。昨年どちらもチーム打率1位でしたが、現状かなり苦しんでいます。西武は中継ぎ陣が整備できたからこそ、もっとリードして終盤につなげたいんですが、先発と打撃陣の課題が顕著でそうはなっていません。中日はここ数試合で先発の奮闘を野手の援護で救えていません。もちろんもともと先発陣が苦しかったこと、抑えが固定できていなかったことで打っても勝てない試合がありましたが、ここ数日は抑えても勝てないという試合、なかなか噛み合いません。抑え含め中継ぎ、そして先発陣がある程度結果を残してきたからこそ、打撃陣には期待したい。応援している2チーム、なんとか復調してほしい。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。